日本、鹿児島県薩摩仙台市鹿島町イムタ鹿島町、イムタは、鹿児島県薩摩仙台市の大技。旧薩摩国古式島郡古式島郷イムタ村、古式島郡下古式村大技、イムタ、薩摩郡下古式村大技田、イムタ、薩摩郡鹿島村大技イムタ。郵便番号は896-1301。人口は413人、世帯数は240世帯。 面積は8.68平方キロメートル。古式島列島の下古式島の北端に位置しており、東海岸には日本の地質100選に選定されている鹿島断崖と呼ばれる海食崖が,けが形成されている。1949年から2004年まで大技、イムタを行政区域としていた自治体である鹿島村が存在した。イムタ集落付近の1977年頃の 航空写真国土交通省国土地理院地図空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成古式島列島の南部にある下古式島の北端部に位置している。浅井駅の北方には伊武タ瀬トを隔てて上古式町平良南方には下古式町長浜西方には 下越市長瀬の裏がそれぞれ接しており、それ以外の方向は東、シナ海に面している。細長い半島状の形状をしており、南北1 0トル幅は最も狭いところで1 0 0ルとなっている。西海岸は、鹿島断崖と呼ばれる海食崖となっており、鹿島断崖のうち、イオチウ浦の魚物瀬は、海猫の繁殖難現地となっている。東海岸は、浜津と、 浜まつ,つみによって形成された小宅から形成されている。大和座イムの集落は、伊武田オ武田ジ家中山、中野浦、林河原があり、伊武田は、大和座イムの区域内において、最初に人が定着した集落とされており、京方年間には、伊武田村の半分が、伊武田集落に居住していた。平地は少なく、イムタ、オムタ、中山、林瓦、 中の裏にわずかな平地がある。沼地は、イムタ、オムタ、ジケ、中山の各集落にあり、かつては浅い沼で水稲の栽培が行われていた。イムタ集落に存在していたイムタ池は埋め立てられており、住宅などの用地となった。イムタという地名は、地内にかつて存在したイムタ池に由来している。イムタ池は、 イグサが反茂してたことから名付けられたとされる。前述の通り、イムタイ家は埋め立てられ現在は消滅している。2015年3月16日に、古式島列島の区域を対象とした国定公園として、古式島国定公園が指定された。集落を除いて、イムタのほぼ全域が国定公園の区域に含まれており、2015年3月16日の、 鹿児島県国寺、古式島国定公園区域内における特別地域の指定により一部が特別地域に、古式島国定公園特別地域内における特別保護地区の指定によって一部が特別保護地区、古式島国定公園区域の海域内における海域公園地区の指定によって、イムタの海域が、鹿島断崖海域公園地区と、下古式島西海岸海域公園地区にそれぞれ、 指定された。国土地理ン地図。陸系した浜辺や、海象上,上の小岩、無名の岩を除く。鹿島村郷土市の記述によると、イムタの区域においては、気候が温暖であることからアコウ、クロヘゴ、オオタニクワズイモなどの亜熱帯性植物が自生しており、その他にもヤブツバキ、ウバメガシなどの樹木の植生が確認されている。また、 鹿島村の村花に指定されていた、かのこゆりは、古式島列島が、日本唯一の自生地であり、イムタの区域で栽培が行われている。鹿島町イムタの小技は、角川日本地名大辞典によると、以下の通りである。橋の口、中継ぎ、奥園、奥屋敷、長瀬、離瀬、横瀬、横瀬継ぎ、瀬戸道、瀬戸、渡る浜、奥史はさま、 奥志派様次、夜萩、大派様、親頭、ま、屋敷平、板、小崎、城山平、西城山平、乱落ち、昇し,し,した無田三田、宮田、塩釜、鹿島、小崎道、柳川、ま、柳川上、柳川南、平下、柳川上南平、松崎上、松崎川沖葉様、松、ま、崎、似田を、無田頭、ま 丸山、下乱落ち、三本、佐古西風、中井風、下井風、小の尻池頭、津瀬道、池の平脇の田中脇の田尾お田道、尾む田尾む田中、尾む田池、イン、はま、寺田の尻、李道、じ家道、じけ、鶴穴、下寺屋、中山、中山下、武器切れ、林川、おくずれ、岩島、 イムタの地層からは、翼竜やワニなど爬虫類の化石が発見されている。2008年には、獣脚類恐竜の歯や、肋骨の化石が発見され、その後もケラトプス類の歯、竜脚類恐竜が、相次いで発見された。また、鹿児島県指定天然記念物である、下古式島よる萩園残団街の白亜系姫浦総群では、 断層から8000万年前の地層が観測され、天然記念物に指定した鹿児島県によると、ユーラシア大陸から切り離された日本列島の成り立ちを考察する上で極めて重要であるとされている。2015年10月24日に、これらの発見された恐竜の化石を展示する古式ミュージアム恐竜化石等準美室が鹿島市署内にオープンした。 奈良時代頃には、薩摩国古式島軍が設置され、古式島は、上村と、下村に分けて統治されていた。この頃には、イムタという地名自体は見えていないが、現在の鹿島町イムタの区域には、住民はまばらながらも居住していたとされている。中世の、薩摩国研究図伝町によると、古式島40町のうちの20町に含まれ、 法治2年には、鎌倉幕府の御家人である小川機能の統治下となった。文六4年には、小川氏が、田伏里に違法され、以降は、島津氏の直轄領となった。イ武田という地名自体は、江戸時代より見え、薩摩国古式島郡古式島里のうちであった。漢文4年の、郡村高辻町では、下古式島のうちと記載されており、元六年間に作成された。 元禄国絵図では、下古式村のうちのイムタ村として記載されている。イムタ村の村高は、遠京年間の三州五地西洋欄によると53国余り、明治初期の急行給料取調べ帳によると57国余りであった。江戸時代の測量家であり、日本全国を測量し地図を作成した井上忠敬が表した。 九州東海辺宴会村順によれば、矢数は267個であったと記録されている。慶長16年には、古式島豪寺島の管轄下に置かれた。イムタには、船舶の往来を監視する番所が設置されており、手打ちの豪子が勤務していた。イムタ池には、イグサが多く生え、刈り取られたイグサは島外へ出荷されていた。漢文4年には、村内に、 後の鹿島村の村名の由来となる鹿島神社が創建されたとされているが、境内にある石道楼には元那8年に寄進されたとの表記があることからそれ以前には創建されていたという説もある。1878年に軍区町村編成法が施行されたのに伴い、イム村に古町役場が設置されたが、長浜村の古町役場に統合され、 その後1883年に、下古式島の全域を管轄する古町役場が手打ちに置かれた。1884年から翌年の1885年にかけて、古式島列島の各村は、台風が何度も襲来仕込めなどの作物が大凶作となり、さらには、イムタ村で天然島が流行し70名から80名の死者が出るなどの窮地に陥った。 鹿児島県は、イムタ村の住民、約2000人以上を、種ヶ島、薬島、高江村などに移住させる計画を立て、翌年1886年には、移住が行われた。1889年4月1日に、町村制が施行されたのに伴い、下越式島の全域にあたる、手内村、片野浦村、瀬野村、瀬野浦村、青瀬村、長浜村、 イムタ村の6村の区域より、古式島郡下古式村が成立した。それに伴い、それまでのイムタ村は、下古式村の大技、イムタとなった。翌年の1890年2月5日には、下古式村の条例、下古式村区会条例が施行され、町村制、第64条及び、第114条に基づく区である、第6区が、 大技イムタ一円を区域として設置された。1897年に古式島軍は薩摩軍に編入され、薩摩軍のうちとなった。第二次世界大戦中の1945年7月28日には、アメリカ軍による機銃装者が行われ、付近を航行していた漁船の3名が死亡し、3日後の7月31日には、 アメリカ軍の爆撃機3機によって爆弾が投下され4名が死亡した。終戦後の1947年には町村制が廃止されたのに伴い、それまでの町村制による区が廃止され、イムタの区域を管轄する下古式村の出先機関である第6出張所が設置された。下古式村の中心集落であった手打ちとは陸路では徒歩連絡すらも困難。 回路の好転時に、たびたび普通となり、かつ手打ちの役場に行くには、往復2泊3日の工程となることもあり、同一の自治体を構成するには著しく、不便であった。分村の動きはかつてからあり、1916年には、イムタの区域を、下古式村から分村する、胸の陳情が、下古式村に出されており、1946年には、 大和井ムタ一園を区域としていた下古式村第6区の区長から下古式村に対して分尊の請願が出されていた1949年1月に行われた下古式村議会において大和井ムタの区域を下古式村から分尊する議案が審議され可決された3月27日には鹿児島県議会において第53号薩摩郡下古式村の 境界変更並びに、鹿島村の設置に関する件が上渡され、満場一致で可決された。後日、官報に掲載された、村の配置文号には、以下の通り、1949年4月1日より、下古式村大技イムタの区域をもって、鹿島村を設置する、宗内閣総理大臣により告示された。地方自治法第7条第1項の規定により、 昭和24年4月1日から、鹿児島県薩摩郡下古式村の区域のうち、大畑井ム田の区域を持つて新たに、薩摩郡鹿島村を組むね、鹿児島県知事から届け出があった。村の配置文号1949年4月1日に、下古式村から、大畑井ム田が分立し、薩摩郡鹿島村が発足。これに伴い、下古村の大畑イムは、 鹿島村の唯一の大技、イムタとなった。鹿島村発足時の人口は2,956人、個数は545個であった。財産分与については、損有財産を分割して処分することとし、下越木村は鹿島村に7万円を交付した。尊名はすでに同じ薩摩軍内にイムタ村が存在していたことから、混同を避けるため、 鹿島神社の社名より命名された。1951年に発生したルーンス台風では、尾ム田集落の家屋が全滅し、死者1名、重傷者3名の被害を受けた。1982年には、足浜トンネルが開通したことにより、下古式村手打ちからイムタまでが初めて、道路交通により往来できるようになった。2004年10月12日に、鹿島村が、 川内市、東郷町、入木町、下道院町、日脇町、下古式村、上古式村、里村と新設合併し、薩摩仙台市が設置された。この市町村合併に伴い設置された、法定合併協議会において、大技名については、従前の村名を町名とし、これを、従前の大技名冠したものをもって、大技とすると協定され、旧村名である。 鹿島村の村を町に置き換え、従前の大技なであるイムタに関することとなった。合併当日の10月12日に、鹿児島県の国示である字の名称の変更が、鹿児島県広報に掲載された。この国示の規定に基づき即日名称の変更が行われ、大技なが、イムタから、薩摩仙台市の大技、鹿島町イムタに解消された。 薩摩仙台市が指定している文化財は以下の通りである。イムタの人口は下の通りである。データは1950年から1980年までのデータは鹿島村郷土市掲載の国勢調査の結果より2005年、2010年のデータは薩摩仙台市公表の統計データより2000年については 鹿島村の市町村別の国勢調査の結果より2015年のデータは総務省統計局発表の国勢調査の結果より引用する。イムタは平坦地がほとんど存在せず、三方海に囲まれていることから漁業が古くから営まれてきた。江戸時代には豊漁の時には山があれ、不漁の時には争って開墾したと鹿島村郷土史に記載されている。 また、飢餓が発生した時には自生しているカノコユリを代用食として食していたと言われている。明治時代後期には、共有地の山林に繁茂した椿から抽出した椿油が古式島特産として販売されていた。2015年の国勢調査によると15歳以上の就業者数は181名であり、上位5位の産業別区分人口は医療。 福祉が56名、漁業が43名、公務員が18名、建設業が12名、卸売業、小売業が10名となっている。イムタでは、古くより漁業が営まれており、ブリ、カツオ、イワシ等が漁獲されていたという。イムタの区域に置かれた漁業の共同組合としては、1909年に、イムタ漁業組合が設立され、第二次世界大戦中には、 水産業団体法によって一時的に下古式村業業界に統合されるが、1949年に水産業共同組合法が制定され、これに伴ってイムタ漁業共同組合が設立され、後に鹿島村漁業共同組合となった。2003年に古式島の漁業共同組合が合併し、新たに古式島漁業共同組合が設立され、 鹿島支所が置かれた。急斜面を山頂まで開拓した千枚畑が形成されていたが、自給自足のための食料が生産されていた。明治時代の中頃にはカノコユリが貴重な、換金作物として栽培されていたが、第二次世界大戦によって、主な輸出先であったアメリカへの輸出が滞るようになり、カノコユリの採掘地は荒廃するようになった。 鹿島村郷土市が発刊された1982年時点では、古式島農業共同組合のスーパー店が設置されており、これが鹿島村唯一のスーパーであった。スーパーの他には薬や酒塩類販売店、衣類専門店、タバコ販売店、日用雑貨店があると記載されている。鹿島町井ム谷には、薩摩仙台市立鹿島中学校、 薩摩仙台市立鹿島小学校、薩摩仙台市立科の子幼稚園鹿島分園が設置されている。イムタには高等学校が設置されておらず、また、古式島列島内にも全日制高校や通信制高校の学習センターは設置されていない。古式島列島内の高校受験生は、学区の制約なく県内のすべての県立高校へ進学できるため、 中学校卒業生の多くは、九州本土などに転出して、当該の高校に進学する。薩摩仙台市立鹿島中学校、薩摩仙台市立鹿島中学校は、鹿島町イムタ1397番地にある市立の中学校である。第二次世界大戦終戦に伴って1947年5月に行われ、学生改革に伴う6.3世の導入により、 それまでの松崎国民学校高等科が新生中学校となり松崎中学校として設置された。2年後の1949年に下古式村から鹿島村が分村したのに伴って鹿島村立の鹿島中学校に名称を改めている。2012年3月31日より休校となった。イムタに居住している生徒は当面の間。 下古式町青瀬にある海西中学校に通学することとなった。休校時点の生徒数は14名であった。薩摩仙台市立鹿島小学校。薩摩仙台市立鹿島小学校は、鹿島町イムタ1501番地にある市立の小学校である。イムタには、江戸時代から寺小屋が置かれていたが、1880年に寺小屋を廃止し変わって、 イムタ小学校が開設された。その後制度の変更に伴って、イムタ管理課小学校、イムタ尋常小学校、松崎尋常高等小学校に改称された。当時は一般民家を転用していたが、生徒数の増加や教育制度の整備によって移転を迫られた。その後国民学校令に基づいて、松崎国民学校に改称。 第二次世界大戦終戦後の1947年5月に松崎小学校に改称した。1949年に下古式村から鹿島村が分村したのに伴って鹿島村立の鹿島小学校に名称を改めている。特任校制度である海猫留学制度が採用されており、校区外の生徒の受け入れを行っている。 2020年現在の児童数は21名である。1956年に、鹿島村と保護者の費用負担の接班により、公民館を曲がりする形で、幼児学級が開設された。1979年に、鹿島村は新たに施設整備を行い、公立幼稚園として、鹿島幼稚園を設置した。2009年4月1日に、鹿島幼稚園は、 下古式町青瀬にある、鹿の古幼稚園に統合され、一度廃止された。その後2012年に鹿の古幼稚園の鹿島文園が設置された。私立小中学校の学区は以下の通りである。古式を橋井無の交通は、古くより山が険しく、平地も少ない地形から船による、海上交通が主として使用されており、道路は集落内の小道があるのみであった。 イムタから他の地域へ自動車によって移動できるようになるのは南方に隣接する下古式村の長浜までは足浜トンネルが開通した1982年まで北方に隣接する上古式村の平らまでは2020年の古式大橋の開通まで待たなければならなかった。鹿島町イムタでは交通死亡事故が鹿島村の発足時から発生しておらず、 交通死亡事故ゼロ連続日数が1949年4月1日からの通算で日本一となっている。2006年9月28日に2万1000日、2014年12月26日時点では2万4000日、2017年9月10日には2万5000日を達成している。道路道路については昭和中期頃より林道や 農道の開発が始まり、1960年には、下古式村の手打ちから、伊ムタ港までの区間が、県道手打ち、伊ムタ港線として認定された。県道に認定されてからは、道路管理者である、鹿児島県によって、拡幅や延長工事が行われ、1982年に、発刊された、鹿島村郷土市の記述によると、 鹿島村の区域は概ね改作が完了しおだけの、両線から足浜までの間が建設中であると記載されており、この時点では陸続きの隣村である下古式村との自動車通行は不可能であったが、鹿島村内の集落間の存動は整備されており、集落間の自動車による往来は可能であった。1982年に足浜トンネルが開通した。 ことにより、下古式村手打ちからイムタまでが初めて、道路交通により往来できるようになった。また、2006年の県道路線の改正により、それまでの黒浜水深線の起点がイムタに変更され、路線名が鹿島上古式線に変更された。同年度より、イムタ瀬戸の架橋事業が事業化され、古式島列島を従管する道路がすべて整備される、こととなった。 2020年8月29日には、イムタ瀬戸の両岸を結ぶ、古式大橋を含むイムタ瀬戸加強港区が開通し、上古式島や中古式島への自動車による移動が可能となった。バス、下古式町手打ちの手打ち港から、鹿島港を経て、里町里の里港までを結ぶコミュニティバスである、古式化の小百合バスが運行されている。 イムタの区域にあるバス停は2020年現在以下の通りである。フェリー入古式航路は1895年に大川運輸が川内航路を不定期に運行したことに始まり、1937年に串木の港と古式島を結ぶ航路を開設し、1952年からは定期航路となった。港湾施設東大薩摩仙台市立。 鹿島小学校に関するカテゴリー、薩摩仙台市立鹿島中学校に関するカテゴリー、ありがとうございます。